運命、阪神、あれ発言からちょうど334日目に優勝していた。日刊スポーツ、号外です。阪神、あれ会見から334日目待った待った岡田阪神、優勝。くさ。やはり神の数字か。これはほんとくさ。かつては呪いの数字、今は祝いの数字。球団史上最速でリーグ優勝したら334日だったってくさ。なんでや、阪神関係あるやろ。これはいい収束。すべてはここへ繋がっていたのか。ずっともやね。昨日まで334、なんでや阪神関係ないやろ。明日から334、ああ、リーグ最速でなんかすまんのか。もう阪神関係ありまくるやん。11連勝して334日目はすごいな。これでやっと V や年記念雑誌が出せるんか。やっと呪いが解けたんやな。